シャフツベリ、伯爵アントニーアシュリー・クーパー、初代シャフツベリ、伯爵アントニーアシュリー・クーパーは、17世紀の共和制、五国共生及び、チャールズ2世地下のイングランドの政治家。ジョン・ロックのパトロンでもあり、チャールズ2世の元一時は、コバルの一員として、権力を握るも、強い反カトリックの姿勢を示したため次第に、チャールズ2世との間に距離ができ、 ついには武装放棄を計画して亡命を余儀なくされた。イングランド内戦に敗れ、処刑されるチャールズ一世とそれを囲む群衆アシュリーが生きた17世紀、中頃から後半のイングランドには3度政治危機があったと言われる。短期議会に始まる新京都革命、大い排除法案が提出され議会が紛糾した1679年。 そして名誉革命の起きた1688年であるがアシュリーは1679年のいわゆるカトリック陰謀事件の混乱とそれに伴う排除法危機において主導的役割を果たした彼の主張は後にホイックと呼ばれる政治思想的潮流を形成することになる17世紀のイングランドは全体的には未だ農村社会でいわゆる産業資本は ほとんど見られなかった。移民の流入に加えて人口の自然増加が重なり、食料の需要増大に生産が追いつかず、インフレが起こっていた。こうした社会の不安定化は、オランダから伝わった改良農法によって、イングランド島南部から次第に緩和されていった。しかし一方で、オランダから伝わったのは農法だけではなかった。同様にもたらされた 改革長老協会などのカルバン主義はイングランド国教会を間に挟んでカトリックへの強い敵意を醸成しつつあった。カルバン主義など非国教とプロテスタントとカトリックの板挟み状態となり、国教会のみによるイングランド支配は次第に難しくなってきていた。アシュリーはそうした非国教とプロテスタントの一人であった。アシュリーは民衆に対して演説したり、 パンフレットで政治世論を操作したりといった手腕に長けていた。彼は出世するに従い、他の非国教会プロテスタント同様、カトリックへの敵意をあらわにしていく。彼が他のイングランド人と異なったのは、妥協をしないという定員だった。イングランド国教会の協議がプロテスタントとカトリックの妥協の産物でもあるように、イングランドでは意見の対立は、 ほどほどの妥協で折り合う気質ができていた。しかしアシュリーはカトリックに対して一切の妥協を認めず、結果的に排除されることになった。1621年7月22日の午後、イングランド南部同セットのアシュリー・クーパー、順段尺家に一人の男児が誕生した。男の子は母方の祖父のサー・アントニー・アシュリーの名を取って、アントニーと名付けられた。母方のアシュリー家は、 歴史の古い名家の一つであった。ピューリタンの家庭教師によって育てられた。彼は政治的にも思想的にもピューリタン、すなわち被告協会プロテスタントとして成長した。スチュアートア・朝イングランドにおいてアシュリー・クーパー家のようにジェントリの地位と大きな土地を所有していた家の長男は少なくとも下院議員になることが政治社会における慣例となっていた。当時は 議会召集のたびに選挙が行われたが、競争選挙がまだ珍しい時代で、しかも有権者は総人口の5%に満たなかった。有権者が100人を超える選挙区は稀で、従ってその土地の名簿家の支持を得ることが当選のための条件だった。アシュリーはこの要件を相続と結婚で十分以上に満たしていた。アシュリーが学んだエクセタカレッジ、 オックスフォード大学のカレッジの中でも最も歴史のあるカレッジの一つである父ジョン・クーパーは会員に議席を持っていたが同時に無類のギャンブル好きで莫大な借金を抱えていた。アントニー・アシュリーの両親は共に20代でよう去り、10歳のアシュリーは3万5000ポンド超の借金返済を迫られた。アシュリーは祖父アントニー・アシュリーに引き取られ、 辞書を切り売りして何とか借金を完済した。1637年にオックスフォード大学エクセターカレッジに進み、ここでシジョンプリドーのカルバン主義を吸収した。アシュリーの最初の結婚は1639年で、相手はアシュリーの初期の講演者となるコベントリー男爵、トマスコベントリーの娘マーガレットであった。彼自身、生涯に3度結婚しているが、 いずれ劣らぬ名家の即除であり、こうした隕石関係によって名家とのコネクションを築くことができた。こうした人間関係はアシュリーを正解に進出させたのみならず借金を返済し、資産を築く上でも極めて重要な意味を持った。マーガレットと幸せな結婚生活を送ったが、二度の流産と一度の死産が起こり、1649年の四度目の妊娠で 突然引きつけを起こして帰らぬ人となった。翌1650年の再婚相手は、エクセター伯爵、デイビッド・セシュルの娘フランシスで、この当時まだ17歳であった。フランシスは2年後、19歳でよう去るが、アシュリーとの間に2人の子が生まれ、このうち生き残った2人目の子が、後の第2代シャフツベリ伯爵アントニーとなる。1655年に再婚した3人目の、 妻マーガレットは、スペンサー男爵、ウィリアム・スペンサーの娘で、彼女は1693年まで生きた。これらの結婚相手はいずれも数千ポンドの持参金をアシュリーにもたらし、これが父の借金返済の一助になった。アシュリーがコベントリー男爵の後押しを受けて、会議員に初当選したのは1640年、短期議会においてであった。 当時すでに強力なコネクションを築いていたが、鋭く対立する議会派と応答派のどちらにつくか態度を鮮明にしなかった。1642年に国王チャールズ一世と長期議会の対立が決定的になるが、アシュリーはそれでもどちらにつくか決めかねた。1642年8月に第一次イングランド内戦が始まるに及び国王に随反して、 ロンドンを離れたが、後に彼は、見物について行っただけだと弁明している。戦況が議会派有利になった1644年、国王軍はアイルランドのカトリック同盟と和睦を協議した。元より熱心な王道派でもなかったアシュリーはこれに、激しく反発した。この時、離反して議会派についた者が少なくなかったが、アシュリーもそんな中の一人であった。 議会軍に倉替えしたと言っても、昨日まで敵であったものを議会軍も安やす,やすとは信用しなかった。アシュリーはいわば、戸ざまとして扱われ、これは王政復古まで続くことになった。内戦後半の記録は散逸しており、アシュリーの足跡はたどりきれない。それ以外の行動や発言から長老派に最も近かったのではないかと考えられている。アシュリーは、 地方の治安判事に政令する一方、植民地公益に手を広げて、資産拡大にも励んでいた。イングランド共和国体制下のランプ議会は1652年、アシュリーを追加の議員として承認した。しかし、彼が議会の中では、長老派であったこと、及び国王軍に一時加わっていたことなどから、あまり厚遇されず、従って発言力も大きくなかった。こうした、 本県派議員たちに目をつけたのが亡命中のチャールズである。チャールズは再三、アシュリーらに手紙で国王復帰の塔を打診してきていたが、アシュリーはにべもなく断った。当時はそれが当然の反応であり、チャールズもこの時のことを根に持ったりはしなかった。情勢が大きく動いたのは五国卿、オリバー・クロムウェルの死後である。クロムウェルの息子、 リチャード・クロムウェルは4分5列の状態にあった。国論をまとめきれず引退し、共和制を続けようとする、ランプ議会と国王復帰を願う勢力が短くも激しく、対立した。アシュリーラ恩ン派は、ランプ議会を見限り、当時スコットランド方面軍司令官だったジョージ・マンクに働きかけて、軍を動かした。スコットランド軍が、ツイード川を渡って、 イングランドに南進を始めたのが1660年1月2日、マンク軍がロンドンを制圧したのが2月11日であった。ここに至って議会は自主解散を決めた。これを見たチャールズは4月25日にブレダ宣言を発し、イングランド側も5月8日にこれを受諾した。足掛け22年に及んだ新京と革命はここに幕を下ろした。クラレンドン伯爵 エドワード・ハイド。大法官などの職にあり、王政復古直後の政権を担ったが、英乱戦争敗北の責任を取らされて失脚した。アシュリーとは、次第に疎遠になったが、ロンドン島に送られそうになったのを救ったのも、アシュリーであった、チャールズ2世の即位後召集された議会では保守派が、圧倒的勝利を収め、国王、国教会支持の時代となった。 この時の議会は王に従順だったため、騎士議会と呼ばれている。アシュリーは王政復古の立役者として王の覚えがめでたくなり、数密院のメンバーになったほか、国王を自宅に招いてパーティーをしたりもした。この時に初めて、チャールズ2世の諸子であるモンマスコー、ジェームズ・スコットと対面した。騎士議会が言ったのは共和制。 五国教時代の政治犯を処罰することであった。誰を処刑台に送るかで紛糾したが、アシュリーは対象をチャールズ一世の処刑に署名した者に限るべきだと主張した。結果的に彼は五国教時代にアシュリーを白眼視していたランプ議会のアーサー・ヘジェルリ・ジラ育人かの命を救った。騎士議会を主導していたのはクラレンドン伯爵エドワード・ハイドである。 彼はクラレンドン法典と呼ばれる処理法を制定し、カトリック及び非国教会プロテスタントを厳しく弾圧した。アシュリーはカトリックの取り締まりには賛成する。一方、非国教会プロテスタントをも非合法化することには反対した。この頃からクラレンドン白とアシュリーの関係は冷え込んでいった。ロンドン大化で知られる1666年。 アッシュリーは当時のためオックスフォードを訪れた。そこで出会ったのが、ジョン・ロックで彼の思想に惚れ込んだアッシュリーは彼を施設秘書として手元に置いた。後に、アッシュリーが出版するパンフレットの多くは、ロックが関わっていたと考えられている。コバルとは徒党、あるいは派閥といった意味を持つが、この時のコバルは、第二次エラン戦争で失脚したクラレンドン博に代わって、 政権を担った五人の頭文字をも指していた。すなわち、クリフォード、アーリントン、バッキンガム、アシュリー、ローダーデールである。この五人によって構成された政権が、後の内閣の始まりとも言われるが、実際のところ、彼ら五人は常に協力関係にあったわけではなく、むしろ反目し合うことの方が多かったとの指摘もある。コバルの中でアシュリーは通称、 植民振興委員会の委員長に就任し、ハドソン湾会社の設立、整備に努めた。13植民地では、ノースカロライナ、サウスカロライナ領収位の植民を進め、当地には、アシュリー側、クーパー側の地名が残っている。さらに、イングランド農業を守るため、アイルランド畜産牛の輸入を制限した。対外政策では、スコットランドとの議会合同の道を探ったが、 これは九州合併を嫌ったスコットランド議会の反対にあって頓挫した。1670年頃から王位継承の問題がイングランドで盛んに議論されるようになった。王帝のヨークコージェームズはカトリックではないかと噂されており、一方でチャールズ2世には着室死がおらず、諸子のモンマスコーはプロテスタントで、このモンマスコーを直期国王にするべきだという声が小さくなかった。 モンマスコーを諸子から着出しに格上げするにはチャールズ2世と王妃キャサリンの離婚が必要でアシュリーはコバルの B にあたるバッキンガムらと共にこれを強く主張した。一方イングランドはフランスとドーバーの密約を交わしていた。密約はフランス側から資金援助を行う一方でチャールズ2世は頃合いを見計らってカトリックに転向し、 対オランダ共同戦線を張るというものであった。コバルの5人はこれに関わっていたが、チャールズ2世の天候についての裏条項は知らされなかった。アシュリーにとっては一周したいところであったが、当時フランスはヨーロッパ最強で知られており、屈強と名高いスイス傭兵をも従えていた。翻ってイングランドは、ロンドン大火や、エーラン戦争で手ひどい目にあったばかりで、 フランスと正面からことを構えればどうなるか、火を見るより明らかであった。親フランス派にとっては渡りに、船の密約だったが、政治的にも、信仰的にもプロテスタントのアシュリーには、悩む話であった。1672年にオランダとの交渉が不調に、終わり、第三次英乱戦争が起こり、フランスもオランダ侵略戦争を起こした。戦争に際して、 カトリックや被告教会プロテスタントの協力を得るため、チャールズ2世は、信仰自由宣言を発して、取締りを大幅に緩和した。さらにコバルのメンバーはそれぞれ一回を挙げ、アッシュリーは、シャフツベリ伯爵に除されると共に大法官に、就任した。シャフツベリは招集された議会の演説で、自らを、大加藤に、商業上の競争相手でもあったオランダをカルタゴに、なぞらえ、 ディレンタ・エカルタごと訴えた。その甲斐あって、戦争遂行資金は、議会で可決された。この時がシャフツベリの絶頂期であった。シャフツベリの政敵であった、ダンビー・ハク・トマス・オズボーン。後に、リーズ公爵に乗されただが、新興自由宣言は、官職や土地所有などを事実上独占していた、国境との反発を招き、宗教上の対立が再燃するという副作用を、 もたらした。会員は予算を認める代わりに信仰自由宣言の撤回を強く求め、チャールズ2世は屈せざるを得なかった。さらに会員は審査法を通過させ、文官、武官の職に就く際に国境会形式の宣誓を義務付けた。シャフツベリは審査法に対しては消極的賛成の立場を取っていた。カトリックを滋がにもかけないシャフツベリであったが、 被告協会プロテスタントにも適用が及ぶとなると、いささか複雑だったのである。信仰自由宣言の撤回と審査法成立は、コバルの政治的影響力、とりわけ議会への支配力が低下してきていることを印象づけた。コバルの死にあたる、大倉教、トマス・クリフォードは、審査法によって定められた宣誓を拒否して辞任。ジェームズも、同様に海軍総司令官から退いている。 また、チャールズ2世は、この頃から時折病に伏せるようになり、後継者問題が再び地目を集め出した。シャフツベリは、ジェームズの代わりにモンマスコーを後継者に据えようと活発に働きかけたが、そうはさせまいとするジェームズとの争いに敗れ、結果的に王の信用を失って1673年に王峰官職を罷免させられ、翌1674年には、 数密ンからも除籍された。コバルのうちクリフォードはすでに辞任しており、バッキンガムは下やして野党化。コバルの A に当たるアーリントンは、バッキンガムとの対立が原因で1674年に国務大臣を辞任。残るウェルのローダーデールは、国王の大官として、スコットランド統治にあたり、イングランドの政界に関わらなくなったため、コバルによる政権は終焉。クリフォードの公認として、 大倉京に就任したダンビー・ハクトマス・マソーズ・ボーンが新たにチャールズ2世の側近として台頭した。アーリントンはシャフツベリとチャールズ2世との和解を試みたが、シャフツベリの方から拒絶した。政権はダンビーの元に渡り、第3次エ乱ラン戦争も議会の避難で1674年に集結。外交もダンビーの方針で、親、フランスから、親、オランダに転換。 シャフツベリは今やダンビー政府批判の急先鋒となっていた。彼は議会で弁舌を振るい、パンフレットを出版し、補欠選挙に出馬、選挙でこそ破れはしたものの、シャフツベリの弁舌とパンフレットは人々を引きつけ、反カトリックの不穏な空気がロンドンに影を落とし始めていた。カトリック陰謀事件で知られるタイタスオーツが戻ってきたのは、 まさにそうした時期のイングランドであった。1678年に始まったダイタス・オーツのホラ話は、ドーバーの密約が暴露、曲解されることによって、たちまち反カトリックの狂乱に発展し、シャフツベリはこの機会を最大限に利用した。ロンドン各所のバーで集会を開き、ホイックと呼ばれ始めていた人々を組織化しただけでなく、邪悪なカトリックと、 暗黒の先制政治の二重の恐怖がイングランドをまさに飲み込まんとしていると主張した。この戦略が功を奏して1679年の議会解散後の総選挙でホイッグ党が圧勝。ダンビーはフランスとの密約を非難され失脚、ロンドン党へ投獄された。議会はロンドンを避けてオックスフォードで開かれ、そこでシャフツベリは ジェームズの多い継承権を剥奪する多い排除法案を提出した。この法案は1679年から1681年にかけて会員可決、上院否決、議会解散、再召集、再提出を繰り返した。チャールズ2世は、なぜシャフツベリーはあれほどまで、熱心にカトリックを排除したがるのかを真剣に考え、感触にありつけなかったからだろうと一人が伝した。 こうしてシャフツベリは、数密院議長に就任するが、シャフツベリは、チャールズ2世に、王妃キャサリンとの離婚を迫って譲らなかった。オックスフォードでの法案成立が失敗に終わると、シャフツベリは、ロンドン市民の世論を追い風に排除法案を成立させようと、市民への訴えかけを強めた。しかし、帰戦を制したのは、チャールズ2世へ率いる政府の方で、シャフツベリを、 大逆罪の容疑で逮捕し、ロンドン島に送ったのである。カトリックの様々な陰謀の背後で、ヨーク公ジェームズが糸を引いているという噂が人為的に広められたのは確かであったが、政府はそれを、シャフツベリに追わせようとした。もとより確たる証拠もなく、釈放となったが、時期を一して雰囲気が保守反動に差し掛かりつつあったこと、そして、公職復帰への道を閉ざしたという点で、 十分に効果的な戦術だった。政治家生命を断たれたシャフツベリには、もはや非常手段に訴えるしか、カトリックのシュからイングランドを救う道は残されていなかった。折しも、チャールズ2世はたびたび病に伏せるようになり、時世は待ったなしの状況になる。シャフツベリラホイックは秘密の会合を重ね、モンマスを用して、 ロンドンをはじめイングランド各地で一斉に軍事放棄する計画を立てたが、実行の方法で内部で揉めているうちに当局にバレてしまい、1682年にモンマスが逮捕、されで計画は水泡に返した。シャフツベリラ関係者はお尋ね者となり、ジェームズの国王即位は規定の路線となった。ジェームズが即位するのはそれから3年後、1685年のことである。 シャフツベリは亡命か死かの二者択一を迫られ、11月下旬頃、借金を妻と孫のアントニーに押し付けて密かに故国を後にして、オランダへ亡命した。だが、12月2日にアムステルダムに到着した後に、体調は急速に悪化しつつあり、年が明ける頃には、自らの死を悟らざるを得ない状態になっていた。最後に彼は、故郷の同セットに埋葬してほしいと言い残し、 1683年1月21日、61歳で、息を引き取った。常に、公共の利益を求め、私欲に動くものを許さず、信仰の自由と市民の権利の不屈なる擁護者との、墓姫は、ジョン・ロックによって刻まれたものである。シャフツベリは、文学の世界では、好意的に受け止められることはあったものの、通りからは、 薄っぺらい日和見主義者と考えられていた。時世を見るに便であり、強気になびくことも少なくなかったことからこうした指摘は未だに多い。しかし早々期の保育勢力を限定的にでも組織化したのは事実であり、この勢力が後に名誉革命を引き起こすことになった。さらに、シャフツベリがカトリックの大意継承を何とか阻止しようと奔走したのは単なる 日和り見主義者というだけでは説明がつかない。この点において19世紀の聖職者でシャフツべりを研究したバーネットは自らの思想を広めるべき時期と方法に優れた手腕を発揮し、そのために人間関係に背く個人レベルにおいて裏切ることも辞さず何かを構築するのではなく批判や破壊することにかけては偉大な指導者であったと括っている。 投票権を持つための条件も地方ごとにまちまちで統一されていなかった。給品税を納めていることが条件の州もあれば市民権取得を要件にしていた都市もあった。外して都市選挙区の方が州選挙区よりも有権者数が多く、州選挙区は地元の名簿家の一存でほぼ決まり、競争選挙は都市選挙区で行われることが多かった。さらに人的つながりや、 議席確保などの理由から何のゆかりもない選挙区から立候補することも少なくなかった。こうした選挙事情については18世紀の事例ではあるが、後継、青木、1997に詳しい、当時は招集の度に選挙があった。選挙とは言っても有権者数が100人を超える選挙区は稀で地域の名簿家の指示によって当落が決まったばかりで、 なく、そもそも競争選挙が圧倒的に少なかった。以降、歴史書等の関連に習って、アシュリー・シャフツベリと改めて記述する。この時出版されたパンフレットは、シャフツベリ書になっていたが、これが真実彼の手によるものか、あるいはジョン・ロックというゴーストライターによるものか確たる証拠はない。今のところ、二人の共同作業ではないかとの見方が優勢である。ハリス、 P210、最も、シャフツベリが、当時の、いわゆる、ホイック的勢力をすべて参加に収めていたわけでは、なかった。ホイック同士で、論争や、意見の対立は珍しいことではなく、シャフツベリとは全く関係なく動く、ホイック組織も少なからず存在した。ハリス、P210 に、チャールズ2世が剣君として評価される向きがあるのは、 この時議会のコントロールを適正に言ったので1641年の短期議会のような危機に至らなかったという説明の仕方による。これに対する反論はミラーからのもので、チャールズ2世自身がもし議会が予算をもっと認め、国王体験に制限をかけようとしてこないなら、排除法案に乗ってもいいと側近に打ち明けていたことを重視するものである。とはいえこの見方は少数派で、 最も有名なフレーザーによる電気は、議会操作能力が優れていたためであるとの路線を踏襲している。ミラー、P94、フレーザー、ピアニッシモ、517から524、シャフツベリは、死に際して莫大な借金を残したが、その多くは、こうした、軍事行動のための借金ではないかと考えられている。ハリス、P216、本記事は主に、ハリス、 ティム・クーパー、アンソニー・アシュレイ、ファースト・アール・オブ・シャフツベリー、オックスフォード・ディクショナリー・オブ・ナショナル・バイオグラフィー、ボリューム13、ピアニッシモ、199から217、2004を参考にした。その他の出典は以下の通り、ありがとうございます。